でかい車を買って支払いのために汗水垂らして、たまの休みにはピカピカに洗車して、月曜日になればまた会社に、生産性のある人たち、子供は一人か二人だけなのに、バスみたいにでっかいワゴン、自慢のアルミホイールには泥一つついちゃいない、生産性のある人たち。